はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、まあ早速なんですけど、まあ何をやろうかというふうな話について、触れていこうかと思います。今日は何をやるかと言いますと、しばらく前に、まあ何年か前にアニメの主題歌として流行った、Don't Say Lazy という、まあ、ポップスですかね。ロックっぽいポップス。ちょっと元気のいい曲ですね。を、まあ、具体的にコードオフで弾いていくとどんな感じになるかというふうな感じで、取り上げて話をしてきました。で、それの続きみたいなものをやっていこうかなというふうに思ってます。で、具体的な内容はどんな感じのものにしようかというと、まあ、よくね、この僕動画の中ではね、チャンネルの中では、タブ譜とかではなくコードオフで弾いていきましょうよっていう話をたくさんしてると思うんですけど、まあそのコード譜で弾いていく。まあつまり、まあルートだったりとか、まあ僕だと適当にね、コードとコードをつなぎ合わせたりとか、そのコードの中の構成音が分かって、適当にまあいろいろ弾けるんですけども、中にはね、このフレーズはちょっと弾いとかんと、この曲に聞こえないなとかっていう、まあどこまでね、そのフレーズを弾いたらいいのかっていう風な話も少し触れつつ、まあその Don't Say Lazy の具体的にこのフレーズは弾かないと、ちょっと厳しいよなと。まあ具体的に言いますと、結構後半の部分の激しいところですね。ベースラインがかっこいいところでもあると思います。そしてもしかするとこのね動画見られている人の中には学生さんとかでねベース初めて間もない人で、まあこのフレーズ弾かなきゃいけないよというふうな感じで、ここどうやって弾くんかなって悩んでる人もいるかもわかんないので、今日はね具体的にそのフレーズを、どうやって弾いていくのか、あとまあこのチャンネルはねタブ譜は使わないというポリシーでやってますのでタブ譜は使いませんけども、具体的に押さえるところなどとかリズムの解説なんかっていうのも具体的にやっていきますので、ちょっと後半の方になりますけどね、間違いなくね、その初心者の人でもだいぶ参考になると思うのでゆっくりから練習しててもらえば、弾けるようになると思いますので、まあ、そこら辺もうまいことを活用していただけるといいかなというふうに思っております。まあそんな感じでね、今日は具体的に曲のね、フレーズの説明をしようかと思うんですけど、去年もしそういうふうな感じでね、曲のタイトルとかで見られた若い方とかね、いらっしゃいましたら、このチャンネルは、ちょっと一見違った方向性でやっています。で、違った方向性っていうものなので、ちょっとレアなものなのかというと、例えばね、学生さんとか、軽音部やられてる方とか、なんていうのかな、まあ趣味でベース弾いてる人の中では、結構レアで珍しい話をしていくと思うんですけど、まあ実際その音楽を本質的にやってる人、まあプロミュージシャンだったりとかって、だったりすると、もう当然の方法です。ちなみに言っておきますと、皆さんがやってるようなタブ譜だったりとか、やってる練習法というのは、プロミュージシャンはやってる人はほぼいないと思ってもらって結構です。で、プロミュージシャンと聞くと、もう難しい内容なんかなと思う方もいらっしゃるかもわかんないですけど、難しい内容というよりも、まあ、難しいところももちろんね、泣きにしもあらずなんですけど、全然違うような方向性でやっていきますので、まあ最終的に慣れれば、難しいところがより簡単に、シンプルに、そして応用が効くようになっていきますので、もしね、今日初めて見られた、Don't Say Lazy とかって調べてこられた方はね、よかったら、Don't Say Lazy もね、一回、主たるところも話してますので、もしね、全部弾かなきゃいけないっていう人は、そちらもまず見てください。上にも出しておきますのでね。そして、そもそも言うと、やっぱリズムのことだったりとか、音楽的にやっていくためにはどうしたらいいのか、その回にも話してますけど、まあ、具体的なことを、今さっき話しましたように、まあね、いきなり上手くはなんないのでね、少しずつ小さな階段をつけて、必ず上手くなっていくような方法をたくさん話しております、普段は。なので、その動画もね、上にリスト、全部の動画上げておきますので、もし今日見ていただいてね、具体的に今日話していきますけども、具体的に話しつつ、まあ、ちょいちょいこういうリズムの練習はこれを見てくださいとか、こういうような感じでやってますみたいな話も織り込んできますので、興味があるなという方は、もう本当に上手くなりたいなと思う方、まあ、もう楽してベース弾きたいなっていうのは変ですけども、まあ楽に実際になりますのでね、覚えていくと。まあなんかそんないろいろ思惑がある方はね、よかったらね、今さっき出ている全部のところとかからね、終わったら見ていただけると嬉しいなというふうに思ってます。で、まあ今さっきから話しているように、このチャンネルね、主にベースの話をしています。ただ僕、普段はね、ジャズとかもやってるようなミュージシャンですので、まあジャズやってるようなっていうか、普段はジャズを中心に活動しているミュージシャンですので、なんていうか、ジャズの話をしたりとか、アドリブの弾き方、ソロの弾き方ですね、ベースでもソロ弾いたりすることあるので、だったりとか、音楽の必要な理論的な話だったりとか、ちょっと小難しい話をね、わかりやすく噛み砕いて、説明しているチャンネルでございます。
なので、もしね、今日見て面白かったなとか思っていただけた方は、可能性感じるなと思っていただけた方は、何卒ね、チャンネル登録まだお済みでない方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして今日も楽しかったぞとか、役に立ったぞとか、思っていただけた方は、グッドボタンも合わせてよろしくお願いいたします。励みになりますのでね。では、行ってみたいなと思います。どうぞ。ベイス、ベイス、ベイス。はい、どうもです。ではね、ここからは楽器を持って、やっていこうかと思うんですけども、まあ、今さっきね、冒頭でも話した通り、曲の主たるもの、全般的なものっていうのはもっとシンプルに、今日話するよりもシンプルに弾けますので、それについてはね、一番最初の、一番目のね、ドンステージ一番目のやつカードを出したところから見ていってください。今日は結構後半の部分の説明をしていくと、ものとします。大きく分けて、まあ、2、3箇所ぐらいだと思ってください。フレーズは似たようなものですね。では、その部分のフレーズを出したいなというふうに思います。出してみます。ほい。出てきました。三括弧というふうな感じのところが出てると思うんですけども、まあ、E セクションというところですね。まあ、多分この曲を、まあ、学生さんとかが、まあ、始めたばっか、軽音部とか入ってやらなきゃいけないってなった時に、大変だと思うところっていうのは、ここのパートと、それからそしてその次に出てくるちょろっとした短いパートの部分だと思うんですよね。で、まあ具体的にこれどういう風なとこなのかというと、まあ三括弧って書いてあったらわかるように、一括弧二括弧っていうのが終わった3回目のところなんですよね。まあ曲の構成みたいなものっていうのは、またそのうち話していきます。で、そういう風なもののところなので、結構後半ですね。ギターとかと一緒にね、ギュイーンってやってるとこだと思うんですけど、まあこれ見ていただくとね、まあこのチャンネルよく見ている方だとね、もうなんとなくわかると思うんですけど、タブとかはもちろん出てないので、ちょっとギョッとした人もいるかもわかんないですけど、安心してください。今日は、始めたばっかの人でもわかるように、具体的に、話していきますので、まあやっていきます。で、まあ、普段見られてる人だとね、こう見ていただくとわかるようにコードが書いてあって、ベースラインが平音記号って書いてあるんですけども、まあ見ていただくとわかるように、まあ、コードがね、いっぱい変わってます。なんですけど、このコードが変わってるとこっていうのは、これギターの人とかがこういうコードを弾いてる、というふうな感じで想定していただいたらよくてですね、ベースラインは今回のこのコードに直接関係はしているというわけではないような、もちろん全く関係ないことを弾いてるわけではないんですけども、具体的にそのコードとすげえ絡んでるかったら、そういうわけではない感じのものになってます。なので、このコードとは別に具体的に変音記号で書いてるというふうな感じになります。で、では、まあ、早速見ていこうかなというふうに思うんですけど、一番最初のこの音、一番下線に1個出てるやつですね。これがボーンとあるんですけど、これ何の音かっていうと、一番低い E の音です。これ何かあったら一番太い弦、4弦の開放で弾いてます。こんな感じになりますね。つまりこの間っていうのはギターとかキーボードの人っていうのはなんかいろいろ動いてるけど、ベースはドーンと一番低いところを鳴らしてドーンと構えてる状態だってことですね。まあ直接ごちゃごちゃ動いてるのに絡んでるわけではないってことですね。で、まあちょっと具体的にリズムを出しながらやっていこうと思うんですが、ちなみにこのチャンネルね、メトロノームというものを使っていきます。これはね、電子音で出るやつですね。で、今日は一定数難しいところなので、統一してちょっとゆっくりやってみます。90ぐらいでやってみます。まずはゆっくりから練習するというのも非常に重要になってきます。で、まあ、ちなみにこれクリックが今鳴ってるんですけど、これどのように進んでるのかというと、1,2,3,4,1,2,3,4 という感じで、このバーがね、ある一小節と呼ばれるものの中で4つ鳴ってると思ってください。つまり最初のものっていうのは、E の音を弾いて、そのまま下にふにょーんとタイというものがかかっているので、これは2小節、つまり8個分伸ばすってことですね。そして次の E は4つ分伸ばす。そして次が、その後の4小節目が、今回本題の、フレーズだと思いますので、そこに流れ込んでいく。というふうな感じで、まず3小節目まで、もうすごく簡単なので弾いてみます。これは、どんだけ伸ばすかというと、もう、まあ、感情してあげるというのが、まず最初、感じてあげてください。で、慣れてくると、この4つの塊が見えやすくなってくるので、なんとなくここだっていうのが分かるようになってくると思うので、まずは、感情してあげてください。具体的にやってみます。1,2,3,4,2,2,3,4,1,2,3,4。で、次の音に行くわけですね。非常にシンプルだと思います。まあこういう風にね、意外と何も弾いてない伸ばしているところの方が、まあもちろん簡単だとは思うんですけど、意外とこういうところでね、
分かんなくて変なとこから入っちゃったっていうことがよくありますので、まあ、冷静に数えてあげる、バンドとかでやるときも数えてあげるっていうのを、まず一つ、ちょっと最初の方はやってあげるといいんじゃないかなというふうに思います。で、具体的に次のフレーズを見ていこうかと思うんですけど、次のフレーズこれどうなっているのかというと、ここ結構難しいです。4小節目ですね。これはまず何を弾いているのかというと、これ、まあ、変音記号が読める人だと、まあ、パッとわかるんですけど、一番最初が E の音で、高い音ですね。これ G 弦の、9フレットですね。これが E の音で弾いてます。これ E の音ですね。そして次の音が B の音なんですけど、これ真横の D 弦。まあ、細い弦から2番目の弦ですね。これの9フレットになります。同じですね。そして次が D の音ですね。この D の音っていうのは G 弦、一番細い弦の7フレットになります。で、これ全部弾いちゃおうと思う人いるかもわかんないですけど、パッと弾ける人ならいいですけど、パッと弾けない人は4つ塊で区切ってあげてください。4つ塊って今3つ終わったやんけと思う人いるかもわかんないですけど、これ3つではなくて、弾いてる音は3つなんですけど、リズムが4つ単位になってます。これどういうことなのかというと、具体的にリズムを言うと、これ真ん中の音が2個分伸びているので、8分音符。たたあた。あのとこは伸ばす感じですね。たたあた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 。具体的にメトロノーム鳴らしましょう。たたあた。たたあた。このようになります。で、今さっきの音を当てはめていくと、これが弾けるわけですね。たたあた。たたあた。このような感じになります。で、ちなみにこれね、もちろん、決してすごく簡単な部類ではないと思うんです。なので、例えば、2、3週間でこれ曲仕上げなきゃいけないよっていう人は、まあもちろんね、これ頑張って練習、ね、動画を参考にして練習してもらいたい、していってもらいたいんですけど、やっぱりね、曲ってね、今後もしね、もっと上手くなってたりするとバンド活動していくと、いろいろ難しい曲に、立ち向かわなきゃいけない時もあると思うんですよね。その時に、やっぱりね、この、何も知らない状態でこう動画頼りに練習するのと、基礎体力、もともとなんていうのかな、ドラクエとかファイナルファンタジーとかやってない人も多いかもわかんないですけど、レベルが高い状態でやったらね、強いモンスターが倒せれるように、やっぱある程度、こう、レベルが高い方の方が、いろんなものに対応しやすくなりますので、リズムっていうのも、まあ、もっとね、簡単な、これ結構強い敵なんですよね。強い、難しいものなので、もっと簡単なもの。ね、ドラクエとかでもそうじゃないですか。大体 RPG って最初弱い敵を倒してて経験値積んで、自分が強くなっていくから強いね、敵と戦えれるわけで、これいきなりね、強いとこ行ったらやられちゃうわけなので、まあ、それと同じような感じで、まずはすごく簡単なものから練習していくというのが、基本的には大事になります。もう今ね、必要な人はこれ頑張って練習してもらいたいんですけど、終わったら簡単なことをもうぜひ練習してもらいたいんですよ。そうするとこれがすごく簡単に見えてくると思うので、で、リズムの練習はリズムの練習で上に上げときますので、すごく簡単なものがいっぱいありますので、よかったらそれも合わせて見てみてください。話戻ります。たたあたというもので、今さっきのものを弾くと、こういう風になりました。つまり4つの塊だということがわかりますね。そうするとその後半を見ていく。で、その後半の前に、こう同じく上にタイがかかってると思うんですよね。今さっきと同じように。タイがかかってるものっていうのは、これ受けてる側をまず休符に変えてみてください。そうするとこれリズムどうなるかって言ったら、うたたたというリズムになります。うたた、うたたた、うたたた。で、休むところは2本指でついてあげるというふうなのが僕はセオリーで話してます。そして音を具体的に見ていくと、で、でじゃないわ。A の音、B の音、E の音なので、A の音っていうのが、D 弦、細い弦から2番目の弦の、7フレットになります。そして B の音は、そのお隣、今さっきと同じですね、9フレットになります。そして最後、E の音っていうのが、これ A 弦、つまり、細い弦から3番目、太い弦から見たら2番目の音ですね、の、7フレットになります。これをリズムに合わせていくだけということになります。やってみます。3、4、うたたた。このような感じになります。これが各々がしっかりクリックに対してリズムが弾けるようになった、大丈夫になったなと思ったらガシャコンと2つをくっつけてあげる。弾いてみます。3、4。3、4。このような感じになります。そして今休符に変えてたので、その休符のままだとね、厳密にはちょっと違うんですよ。で、休符でも実際バンドの中で混ぜたらそんな違和感ないと思います。で、休符なんで、まあ具体的にその音を伸ばしたいなと思うとどうするかというと、この時に、つくところを隣にしてあげる。そうすると、音止まんないので、
うたたたっていう感じなんですね。この音が鳴ったらう音止まんないですよね。うたたたっていうような感じで弾いていきます。で今今日は90でやってますけど、自信のない人はもっとゆっくりから練習してあげてください。ゆっくりなとこから分かるものをきちんと積み上げていくのがすごく重要です。やってみます。シンコペーションに変えますね。3、2、3、4、2、3、4、このような感じになりますね。まあ、ここはこのような感じでテンポを上げていってください。具体的にはこんなもんなんかな。1,2,3,4 こんなもんなんですかね。もうちょっと早かったかな。1,2,3,4 こんなもんかな。もっと早いかな。うん、こんなには早くはないですね。ちなみに僕これ初見ですけどね。はい、そんな感じで、後半の方にね、具体的にね、今さっき僕開放でボーンって鳴らしてるのもありましたけど、全体のフレーズを見ていったり、次の流れのフレーズを見ていこうかと思います。ベースベースベース。はい、どうもです。ではね、今さっきの続きで、まあ、僕ちょっとねクリックに合わせて早いフレーズ弾きましたけど、具体的にどうなってるのかというのをどうしようかな。今さっきの下の段、一個下の段で見ていこうかなと思います。出してみます。ほい、出てきました。今さっきね2段出てた、その2段目のところが上に出てるような感じですね。で見ていくと、まあ今さっき出てた小節の4小節目のフレーズがまだ出てきてるという感じになります。でまあここは今さっき言ったように E の開放弦が4つあって、今さっきと同じように90でやりますね。90に戻して、ちなみに僕が最後演奏したのは220弱ぐらいでしたね。やってみます。90でいきますね。そうするとここはどうかったら E の今の開放弦を弾いた後に今のフレーズを弾くので、1,2,3,4 という風な感じになります。ちなみに、今もそのまま弾いちゃいましたけど、横っちょに斜め線とかが弾いてあって2とか書いてあるのがあると思いますけど、これは音楽用語的に2小節、前のやつと同じ2小節を繰り返しますという風な記号になります。なのでまあ今2回やりましたという風な感じになりますね。そしてその下の段から、最初のところだけリズムが変わるわけです。で、音は上のものと見ていただいたら全く一緒ですね。リズムが変わってるだけです。これは E のね、開放弦の音になります。そして、リズムが変わると。で、このリズムも、まあ今さっきの、なんていうかこう、タタタタタタのところに比べれば全然簡単なんですけど、これもリズムの詳しい練習をしていれば、これ見た瞬間にパッとどういうリズムかわかるので、まあリズムのトレーニングぜひよかったらやってみてください。で、これどういうような感じになってるかって言ったら、まあこれ最初がタアタタというリズムですね。まあ一応バラしてやりますけども、これバラさなくてもできるとは思うんですけどね。タタタというリズムになります。そして次がタ三四タタタタ、今度だけですね。で合わすとタタタタタタタと、でさらにその後のフレーズを合わせていくと三四タタ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 、というような感じで続いていくって感じですね。でまあこの後の下の譜面出てないですけど、まあ具体的にそのフレーズが何小節ぐらいあるのかな。2,4,3 段はあるので、3,4,12,12小節とプラス2小節14小節あって、次がダーダダダダダっていうなんかドラムとかと一緒にキメがあるところだったと思うんですけど、そのフレーズに流れていくと。でフレーズはもうそこのフレーズはそんな難しくないので今回は説明しないです。今さっきのねものをそのままやってもらえばそのままわかると思いますので、次のカテゴリーでは何を説明したいかっていうと、その今のねダーダダダダダダよりももっと難しい、短い、すごく短いキメがあると思います。ベースの音だけ残るとこがあるので、そこがどういう風になってるのかっていうのを解説をして今日は終わりにしようかなと思います。ベースベースベース。はい、どうもです。ではね、そこの場所だけちょっとやろうかなという風に思うんですけど、そこの場所出してみます。ほい、出てきました。もしかしたらね、少しちっちゃい、まあ、量が少ないので下に出てるかもわかんないです。まあ、同じように上に出てるかもわかんないですけど、ここのとこですね。
これもっと後半の方なんですけど、今のはね、フレーズを弾いた後にまた頭か真ん中ぐらいに戻るのかな。そしてまたザーッと、なんか曲が流れていったところで、ちょこっとだけ決めがあって、なんかこう、ベースだけ残るんですよね。で、具体的にこう見ていただくと出てるものとしては、2小節目です。これ何が厄介なのかというと、4分の2というものになります。どういうことかというと、今までは1小節に、1,2,3,4,1,2,3,4 というふうに進んでたものが、この出てる2小節だけやると、まあ、これ2小節ね、ここに飛んできて、楽譜上ね、ぴょんと飛んできて、そしてまた別のところに戻るというところの一部分なのでね、ちょっと短くなってますけど、ここだけカウントするとこのようになります。1,2,3,4,1,2,1,2,3,4 というふうな感じで、ここだけ1、2というものが混じることになります。まあ、具体的にまずね、フレーズだけ見ていこうかと思うんですけど、この2小節目のところですね。これは、リズムとしてはめちゃめちゃ簡単です。ダダダダというものですね。ダダ、ダダダダ。今さっきのやったものの中ではもっとシンプルですね。で、実際の音はどんな感じなのかというと、これ、まあ、音を言うと、これ B の音。今さっきね、出てきたとこと一緒ですね。B、A、それから F シャープ。これ F なんですけど、横っちょに調合があるので、シャープで。そして B の音。という音なんですね。こういう音なんですよ。で、なんですけど、まあ、これ実は言うと上に8の VA と書いてあると思うんですけど、これ8の VA って何かって言ったら、1オクターブ上で弾いてくださいというものなんですよね。なので、具体的に B の1オクターブ上ってどこかっていうと、ここにあります。これ難しいですよね。いきなりね。で、どこに行くんでしたっけ？って流れていくんです、だと思いますけどね。ボリューム上がってましたね。うん。で、まあ、そんな感じになるんですけど、この場所、まあ、具体的にね、探せるようになってもらいたいなと思うんですけど、ここら辺もきちっと探せるようなメソッドがあるのでね、もしよかったら見てください。具体的に今日は押さえる場所を話します。次弦、一番細い弦の、12、13、14、15、16フレットですね。が、これ一番最初の B の音です。そして次が、その2フレット下、14フレットですね。そして、その次の F シャープの音が、D 弦の、16ですかね。そうですね。16フレット。そして B の音っていうのが、A 弦、太い弦から2番目の弦の14フレット。これ非常に早いので、ここはゆっくりから練習してあげるといいかなと思います。そこだけ弾きます。3、4。3、4。これだけ弾いたらすごく楽だと思うんですよね。で、その前からやっていくと、B の音からやって、多分これオクターブの音が上がってくるので、その前の前ぐらいからちょっと弾いてみましょうかね。3、4。このような感じで流れていきます。結構大変だと思います。実際のテンポだったらどうなんのかな ?180 ぐらいですかね、これ。そうですね。まあ、結構早めかもわかんないですね。まあ、いきなり早くするのではなくね、ゆっくりやっていただけるといいかなと思います。まあ、難しいところは今日説明したこの辺かなというふうに思います。で、最後にね、ちょっと非常に重要な話をいくつかして終わりにしたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日も長いことありがとうございました。で、もしね、初めて見られている方とかね、一番最初のものから見られている方とかね、本当にありがとうございます。お付き合いありがとうございます。で、今日のフレーズね、ぜひね、参考にして、うまいこと弾けれるようにしてあげてください。で、結構ね、軽音入ってる人ってね、先生とかに言われてね、期日、仕上げなきゃいけないもの、先輩とかに言われてね、結構早かったり、期間が短かったりすると思うので、まあ、今回はね、これでうまいことやってあげてください。なんか何ていうのかな、場所とかもね、説明してるので、なんとなくわかると思います。で、ただ、本編の途中でも話してましたけど、やっぱなんとなくわかるでは、やっぱりね、もっと難しい曲が出てきた時に、もうほんとどうしようもならなくなっちゃうので、ぜひね、こういう風なね、まあ、曲とか向き合わなきゃいけない曲とかの合間合間に、もしよかったら他で僕が話しているようなリズムの話だったりとか、音を覚えることだったりとか、そういうようなものを練習していってあげてください。
そうすると本質に分かってくるようになりますし、音楽がもっと楽しくなっていくと思います。そしてね、この動画ではね、もっとなんていうかこう難しいベースのフレーズだったりとか、ベースマニアのね、人たちがねやってるような、難しい曲だったりとかかっこいい曲、皆さんが存じ上げてないような曲とかもたくさん取り上げてますので、そういう風なね上手くなってて、そういう曲にもねぜひチャレンジしてもらいたいなとか、あとはねあのなんかあのまあ、どの音楽がいいか悪いかっていうのはないんですけど、ベースやってたことによってね知り合った音楽、そして、そういう音楽がね、好みがねまたねそういう風に変わっていくというか偏っていくというかね、ベース寄りになっていくっていうのもね非常に面白いと思いますので、なんかそんな風になっててくれるといいかなと思います。そしてね、今日最後一番大事な話を一つ話したいなと思います。大体ねその数字を追いかけたりとかフレーズだけを弾いていくというものっていうのは曲を練習するような感じになっちゃうんですよね。でポピュラーミュージックをやっていく上では何度も言っているように共通していることが多いので、ぜひ練習としては趣としては曲を練習するのではなく曲で練習できるようになってくれるということないです。なのでフレーズとかも練習していったり、共通項とかが今まで細かいことも練習してきたものを実際の曲で練習できるようになると、より次の曲に活かせれるようになりますので、数字を追いかけたりとかなんとなくやって曲を練習してるふりになってその曲だけで終わっちゃうような練習はもうやめて次に進んでいっていただけると非常に面白いかなと思いますので、たくさんそのような話してますので、まあよろしくお願いいたします。もちろんねそれが悪いというわけではないんですけど、まあいろいろ長いことね音楽やってるとねいろいろ見えてくるものがあるのでね、そっちの方が面白いんじゃないかなと僕は思ってますので、うまいことね活用していっていただけると嬉しいなと思います。まあそんな感じで細かい話ねたくさん話してますので、ベースにまつわる話ですね、もし今日初めて見られた方、チャンネル登録まだお済みでない方がいらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして今日も面白かったなとかためになったとか思っていただけた方はね、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じで今日も終わりにしていこうかと思います。長いことありがとうございました。では失礼します。皆様にまたお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。